典型的なポンチキポンチキないしポンチキはポーランドのペーストリーでドーナツと翻訳されることもある。ポンチキはポーランド語の単語ポンチェックの複数形。ポンチェックという言葉はつぼみを意味する語ポンクの縮小時の単数型でポンチェックはつぼみちゃんという意味。従って複数形のポンチキはつぼみちゃんたちの意味。英語ではポンチキ内誌。 パンチキと発音するのが普通で、パンチキーあるいは、パンチキへと発音しろと書かれていることが多い。これはポーランド語の発音や綴りから来るものであるが、中には、プンチキ、ピンチキ、ペーンチキなどと発音する人もいて、かなりいい加減である。英語圏の人々はポンチキを単数型と捉え、複数型をポンチキーズとすることが多い。 ポーランドの家庭の手作りポンチキポーランドの店で売られているポンチキ一口ポンチキのポンチューシェポンチェックは平たい休憩にした生地の中にコンフィチュールあるいはその他の甘いフィリングを詰め揚げたもの少量のお酒を生地に加える揚げる時に生地に混ぜたアルコール分が蒸発することで油が生地の奥に侵入するのを防ぐポンチキの見た目は ベルリーナープファンク編と一見よく似ているが、ポンチキの場合は、ケーラン油脂、砂糖、牛乳などを加えた、かなりリッチな生地を使用するため味や食感が、ベルリーナーとは大幅に異なる上、近くで見ると、生地の見かけの質感もはっきりと異なる。アメリカで、ポンチキとジェリードーナツの両方が定着している。地方では両者を、別個のお菓子と捉えている。 ポンチキの中には、様々なフルーツやクリームのフィリングが中に入っている。また、グレーズされていたり、グラニュー糖や、パウダーシュガーをかけてあったりする。上面の中心に、リキュールやオッカにつけた、オレンジピールの小片や塩漬けの花などが乗っていたり、することもあり、こういうポンチキは、日本のアンパンを揚げたようにさえ見える。ワイルドローズの花びらのグラッセ、ワイルドローズヒップのジャム、 コビドアがポーランドにおける伝統的なフィリング。しかし、アプリコット、ストロベリー、ババロア、ブルーベリー、カスタード、ラズベリー、アップルなどといった、他のフィリングも使われることがあるがまれ日本のアンパンがフィリングを注入するか、あるいは生地を丸め込むように詰めてしまうのに対し、ポンチキは上面になる生地と仮面になる生地の二つで、フィリングを挟み込み、餃子の容量で、 接着部分を指内紙専用の器具で潰して上下の面を接着することが多く独特の耳のある形状はそのためである。ただし、ポンチキの横から棒状の器具で横から穴を開けケーキに使うような口金付きの押し出し袋を用いてフィリングを注入する製法もある。ポンチキは遅くとも中世にはすでに知られていた。 古い時代のポンチキには名称を除いて、ベルリーナープファンクーとの明確な相違は見出せない。18世紀に活躍した歴史学者、イエンジェイ・キトビチは、アウグスト・サンセーの知性に、フランスからやってきた料理人たちがポンチキの生地を、より軽く、よりふわふわとし、よりもちもちとしたものへと改良した、と記している。一口サイズのポンチキは、ポンチューシェと呼ばれる。 ポンチューシェは、小さいポンチキを表すため、小さいつぼみちゃんたちの意味になる。形も大きさも様々なものを混ぜて店頭に出され、一個売りでなく、一キロ、いくらで量り売りされていることが多い。ポーランドではポンチキは、他のケーキや菓子パンの類と同様に平時のおやつや、お茶菓子でもあるが、油の木曜日に特に大量に食べられている。 この日はポンチキを手作りする過程も多いが、ポンチキを作って売るパンや、ケーキや、カフェに買いに来る人も多く、店の前は、長蛇の行列となる。店では、それぞれの客が数十個ないしそれ以上のポンチキを買っていく。というのも、この日は一人数来ないし数十個のポンチキを一気に食べるからである。また、この日の夕方から翌日にかけての時効の挨拶は、 特に決められているわけでもないのに、皆、ポンチキを何個食べましたかで始まる、ポンチキの話になる。ポンチキを作るための伝統的な目的は、家にあるラード、砂糖、鶏卵、フルーツを全部使い切ってしまうことにあった。というのも、四巡説でのカトリック教会の断食の期間はこれらの、食材を口にすることは禁じられていたからである。 この断食の期間の前に食材を使い切って食べ納めをしておこうというのが元々の趣旨である。しかし近年は断食の習慣が廃れてきたため油の木曜日は単純に嫌というほどポンチキを食べる日に変貌している。炭水化物と脂肪を大量に使った高カロリー食でありながら一般のペーストリーやドーナツあるいは ドイツのベルリーナーよりも生地の口当たりが、ふんわりと、軽く、もっちりとして折り味もしつこくなく、フィリングも甘すぎずバラジャムなどの様々な香りが、面白いこともあって、食べきれないと思うほど大量に用意したポンチキでも、ついつい次の一個に手が伸び、知らず知らずのうちに全部平らげてしまうことになるのである。ついたちでこれを大量に食べたことで急に太るということはない、または、 後で運動すれば良いというのがポーランド人の言い分である。ポーランドでは油の木曜日のたった1日だけで9500万個のポンチキが食べられている。あと少しで1億個に届きそうな勢いであるが約3800万人いるポーランド国民の老若男女が平均2個半のポンチキをこの日に食べてしまうというわけである。アメリカで売られているポンチキ ポンチキの日を祝う、元ミシガン州会員議員ジョン・ディンゲルとオバマ政権の前主席補佐官で、元シカゴ市長のラーム・エマニュエル・ポーランド系アメリカ人やパン業界によって、ポンチキはアメリカで人気の食べ物となっている。ポーランド系アメリカ人の多くは、油の木曜日でなく油の火曜日を、ポンチキの日として祝い、やはり、いやというほどポンチキを食べる。節直前のお祭りとして、 伝統的にどちらかといえばジュビグラは、ポーランドやドイツをはじめとする北、ヨーロッパ系のカトリック教徒、マルディグラは、フランスやイタリアなど、南ヨーロッパ系のカトリック教徒が重視する傾向があったが、現代になると、どの国でも、ジュビグラとマルディグラの両方を盛大に祝うようになってきた。アメリカのポンチキは、本場ポーランドの西方のポンチキに加えて、 ドーナツのようにチョコレートやカラーグレーズをかけた上にキャンディースプリンクルがトッピングされていたりサイドに穴を開けたり輪切りにしたりしてフレッシュクリームカスタードクリームチョコレートクリームが大量に詰め込まれていたりするこうなると一度に何個も食べられない白物になるシカゴその他アメリカ中西部の大都市にはそれぞれ大きなポーランド系共同体があるが毎年のポンチキの日は 移民してきたばかりの住民も長年の住民も分け隔てなく祝っている。また、この地域の住民は人種や宗教宗派に関係なく、ポンチキの日を祝い、パン屋やケーキ屋の前に長蛇の列を作り、それぞれが大量のポンチキを買っていく。スーパーマーケットでも大量のポンチキが店頭に並ぶ。バッファロー、トレド、クリーブランド、デトロイト、 グランドラピッズ、ミルウォーキー、サウスベンド、ウィンザーでも、ポンチキの日は、油の木曜日でなく油の火曜日に食べられることが多いのであるが、ポーランド系アメリカ人が200万人以上と非常に多く、旧世代のポーランド系住民と新世代のポーランド系住民が混住する、ワルシャワを除けば世界最大のポーランド人都市、シカゴでは、ジュディグラとマルディグラの両方を、 ポンチキの日として祝うので、この期間に消費されるポンチキの量はさらに膨大となる。ニューヨーク市ブルックリンのポーランド人地区であるグリーンポイントではジュディグラをポンチキの日としていたが、近年はマルディグラでもポンチキを大量に食べるようになってきた。デトロイト市の飛び地であるハムトラム区では毎年ポンチキの日パレードが開催され、熱心な参加者たちがいる。 グレータークリーブランド地域ではポンチキが広く定着しており、ポンチキの日には多くのベーカリーで行列ができる。いくつかの地域では、ポンチキの日の祝賀行事は、イパトリックの祝日の祝賀行事よりも、はるかに大きな規模となっている。ポーランド出身のユダヤ人たちはポンチキを油で揚げ、ハヌカーの時に食べる。ハヌカーに、油で揚げたものを食べる伝統による。 ポンチキを食べる習慣がイスラエルに持ち込まれると、ポーランド出身でないユダヤ人の間にも、ポンチキを食べる習慣が広まった。現代ヘブライ語で、ポンチキはスフガニョットとして知られているが、この名称はポンチキとベルリーナーを区別していない。一方イディッシュ語の、ポンチュケは当然のことながらポンチキを指す。ストライバル、ロバートストライバル、マリア。 ポリッシュヘリテージクッカリーヒポクレンブックスありがとうございます。